ゼニスクロノマスターテーオープン。エルプリメロ搭載、毎時3万6000振動。ゼニスは、1865年創業のスイスの時計ブランドである。時計の内部機構を含めて、一連の工程を自社で一貫、製造できる会社の一つで、自社製ムーブメントを搭載した、エルプリメロ、キャプテン、エリートが広く知られている。1865年。 ジョルジュ・ファーブル・ジャコがあるロックルに時計工場を設立する。当初の社名はマニュファクチャーデマントラであったが、1900年の万博に新型海中時計用ムーブメント、ゼニスを出品し金賞を得、1911年代社名をファブリクスデマントラ・ゼニス・ SA に変更している。日本では昭和初期国鉄に海中時計が正式採用され、 ゼニットとして親しまれた。1940年代には、クロノメーター級の高精度を誇る、腕時計用のキャリバー135など、傑作ムーブメントを開発している。1969年に、自動巻き、クロノグラフ、エルプリメロを発表するが、クオーツショックにより経営危機に陥り、アメリカ企業である、アメリカンゼニスラジオに買収され、 一時は、機械式時計の製造を停止し、図面や金型の破棄までもが命じられた。しかし、当時の技術者であったシャルル・ベルモは、命令に反して、実際には破棄せず、図面や金型を靴箱にしまった上、工場の屋根裏に隠した。1978年に、スイスの金融投資グループであるディキシーに、再び買収されて、 スイス資本に復帰し、機械式時計の製造を復活させた。その後は、エルプリメロとエリートを搭載する時計を主力商品としてきたが、スイス時計業界の再編、グループ化の波の中で、1999年には、LVMH に買収されて参加に入った。2010年、エルプリメロを破却の危機から救った、前述のシャルルベルモの異業を称え、 世界限定1975本の記念モデル、エルプリメロ 36000VPH シャルルベルモ、トリビュートを発売した。エルプリメロ 36000VPH シャルルベルモ、トリビュートエスペラントで、第一のを意味する、エルプリメロは、36000振動、時のハイビート設計ムーブメントを採用した、自動間クロノグラフであり、1969年に、 ゼニスとモバードが共同で開発したキャル 3019PHC を搭載したのが出発点である。ただし、同年にはブライトリング、ホイアーレオニダス、ハミルトン・ビューレン、デュボアデプラが4社共同で開発したキャル11やスワ成功者が開発したキャル6139が発表されており、自動巻きのクロノグラフとしては、 これらとともに早々期の製品といえる。エルプリメロを搭載した時計は、振動数のより少ない時計よりも、ほど調整により高い精度に調整できる上、1、10秒を計測できるなどの特徴があり、現在でもゼニスの主力商品となっている。なお、エルプリメロは1988年からロレックスにも、 供給されており、デート内用の自社ムーブメントを開発する2000年まで続いた。キャル3019は、クオーツショック後の製造再開時にキャル400と、その派生機であるキャル4000へと改良された。キャル400は開発当初のムーブメントに近く、主力モデルである 36000VPH に搭載されており、一部には、クロノメーター認定を受けているものもある。 キャル4021と4061はオープン仕様向けのムーブメントであり、テンプ周りのジータがくり抜かれ、テンプの運動を腕にはめた状態でも眺めて楽しめる。クロノマスター1969とクロノマスターパワーリザーブに搭載される。キャル4050系列はクロノグラフバリが一周して10秒を表示する機構になっており、 限定モデルのストライキングテンスやストラトス、フライバックに搭載される。他には、ワールドタイム機能を搭載したものや、トゥールビオン、a 久カレンダーなどの複雑機構を搭載したものも、ある。また、2012年には、クロノグラフ機構を廃した、CAL4650 とそれを搭載した、ハイビートサンハリモデル、エルプリメロエスパーダが発表された。 1994年に開発された自動管がムーブメント。エルプリメロをベースにクロノグラフ機構を省略されて再設計された。基本となる機能はセンター2針スモールセコンドであり、通常9時位置にスモールセコンドが配置されるのはエルプリメロの名残である。テンプの振動数も28,800振動時にでチューンされているが、 クロノグラフ機構もないことと合わせ信頼性は高い。秒針をセンターセコンドに改めたタイプやパワーリザーブ表示や GMT 表示などのセミコンプリケーション機能が付加されたバリエーションもある。現行ではクラスやデファイの非クロノグラフ仕様に搭載される。振動数を28,800振動時にするなどロレックス独自の変更を施している。ありがとうございます。